湯布院に電車で来られたお客さんがまず初めに立ち寄る場所、それがこの JR 湯布院駅です。大分県が誇る建築家磯崎新氏の設計で、ヨーロッパの礼拝堂をイメージしたという斬新なデザイン。磯崎市には珍しく黒い色と木をベースとした建築物です。改札口を設けない、ロビーが高さ12メートルの吹き抜けとなっているなど、駅舎の中を広々と見せるデザイン。駅構内には待合室を兼ねたアートギャラリーもあり、いろいろな展示会なども催されています。ユニークなのは1番線ホーム端にある足湯。男女共用の足湯で、中央にテーブルがあります。入浴するときには特製のタオルがプレゼントされます。受付は駅を入ってすぐ左手のカウンターで行っています。そして圧巻なのは、駅からは湯布岳を真正面に望むことができることです。まさに湯布院温泉の玄関口にふさわしい、それが湯布院駅です。